こんにちは。こんにちは。スティービスコバです。キママです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、はい、こちら。じゃん。ザラのセールでショートパンツ購入してきたのでご紹介したいと思います。まだまだザラのセール続いてるんですけども、はい、また月ママとザラに行く機会があったんですけども、はい、セール品もファイナルセールって感じで、うん、すごい安くなってて、もう 50% オフ以上のアイテムがたくさんあって、うん、今回僕と月ママと1点ずつ購入してきたので、今回は僕が購入してきたショートパンツの商品レビューとコーディネートを2パターンほどご紹介したいと思います。はい、そして購入してきたアイテムがこちらです。じゃん。ベーシックジョギングバミューダパンツです。はい、価格がもともと1990円が990円の半額になってました、はい、サイズは L サイズを購入しました、はい、カラーがオリーブっぽい感じですかね、うん、少しカーキが汗たような感じの、なんかブラウンっぽくもちょっと一見見えるんですけどね、うんうん、バミューダパンツということで、簡単に言うとリラックスしたショートパンツなんですけども、もうワイドなテーパードになってない、結構ストンとした広めのショートパンツで、うん、今年の春夏とかに着たいなと思って購入したんですけども、うん、なんか色もなんか絶妙な色でね、なんかいい感じだよね、うん、なんか数年前からこの春とか夏にこういう秋っぽいカラーを着るのがね、うん、割と人気で、うん、そうですね、この色味がいいなと思って値段も安くなってるし、うん、購入しました、はい、ちょウエストが、はい、まあ、ドローコードになってて、はい、しっかり調節できます、はい、しっかり絞れて、はい、でウエストゴムになってて、はい、でそのドローコードも結構太くて、その白いクリームがかったカラーもアクセントになって、うん、なんか雰囲気いい感じです、ね、なんかこれが真っ白じゃないとこがまたいいですよね、うん、ちょっとクリームがかってるのでパンツと馴染みがいいドローコードですね。でフロントにポケット1つずつついてて、はい、後ろが、はい、後ろにポケットが1つついてます、はい、こういう感じですね。で裾がまたいいんですね、はい、裾がちょっと切りっぱなしみたいになってて、うん、こういう感じです。なんかスウェットで珍しいですよね、その切りっぱなしの裾ってね、その裾もリラックス感が演出されてて、もともとこのバミューダパンツってアイビールックだったりこうサーフ系のファッションで取り入れられてたパンツなんですけども、うん、ちょっとなんかリラックスした感じで、うん、サーフ系に夏っぽい感じでいいなと思って購入しました、うん、はい、生地も薄すぎず厚すぎずって感じで、はい、裏がこんな感じです、はい、こういう感じですね。ということでまずは早速ちょっと今日の白のロンティーに合わせてどんなシルエットかちょっとまずは履いてみたいと思います。はい、じゃーん。僕が身長178センチの70キロに今回のバミューダパンツの L サイズ着用してます、はい、以前もショートパンツいろいろ何種類かお伝えしてきたんですけど、 GU のやつとか、うん、いつもテーパードが多いんですけども、うん、今回はこういうワイドなストーンとしたシルエットっていうことで、うん、なかなかこう難しいんですよね、日本人にはこの合わせるのがこういうワイドなパンツとか、うん、あの裾が広いやつって難しいんですけど、本当もう思い切ってリラックスした感じで、うん、ラフに着るのがいいのかなと思います、うん、なんといってもこの絶妙な色味がいい感じで、まあ、白とかが合わせやすいかなと思います。一番春っぽい感じで、ここに黒持ってくるとちょっと秋っぽい雰囲気になるんで、今年も暖かくなってきたらまた新作でも似たようなパンツ出てくると思うんで、まずセールでこう買っといてもいいのかなと思います、うん、なんかいつもに比べると丈が長いので新鮮ですね、うんうん、結構短いのが多かったじゃないですか。そうですね、短い方が合わせやすいんですよね、どっちかというと、うん、なんであんまり着慣れないんですけども、こういう下もリラックスした感じで、うん、こういう時足元のシューズは何履くんですか。もう夏だと本当サンダルとかでいいと思うんですけど、ラフな感じでサンダルとかローテクのスニーカーがいいかなと思うんですけど、で特にあの僕こうショートパンツに上が長袖のスタイリングが好きで、これショートパンツに半袖ってなるともうすごいカジュアル寄りになってしまうんで、カットソーとかこういうコットンなカジュアルな素材の時は特に、まあ、春なんか上は長袖着て下はショートパンツみたいな合わせがコーディネートしやすいと思います。なので今日ちょっとキャップかぶってますけど、まあ言ってもすごいカジュアルなんで、ちょっときれいめな帽子だったりもうほんとセットして全部カジュアルにならずに少し髪はきれいめな髪型にしたりとか、うん、そっちの方がいいのかなとは思います。そっちの方がなんか大人っぽくかっこよい感じで、うん、そうですね、決まりそうですね。ですね、次はシャツ持っていきたいと思います。はい、じゃーん。カーテンのシャツを持ってきたんですけども、すごいカジュアルなショートパンツなんで、ちょっときれいめアイテムのシャツを持ってきて、なおかつこうワントーンで大人っぽく色使いをシンプルにしようと思ってカーキ系のカラーを持ってきました、うんうんうん、すごいカーキですね。すごいカーキでもこれなんかカーキだ
けど、素材の上のシャツが柔らかい素材っていうのも特徴じゃないですか、うん、なんか、うん、あんまりパキッとしすぎるのもちょっと相反してる気がして、うんうん、そうです ね、 ね、なんでちょっと朝系のシャツとかも良さそうですね、うんうん、素材もちょっと夏っぽい、春夏っぽい柔らかい素材の方がいいかもしれないですね、うん、あんまりカチッとしすぎるより、うん、かなんか馴染む感じ、うん、そうですね、うん、シャツとの組み合わせかっこいいですね。グラデーションで全く同じカーキではないんですけども、ちょっとここであの濃淡つけて、ちょっと淡いカーキと濃いめのカーキ、オリーブっぽい感じで少し大人っぽく持っていけるかなと思います。シャツとか持ってくるともう本当春なんかいいですよね、うん、バミューダパンツってリラックスを売りにしたパンツなんで、うん、もうざっくりざっくりがいいのかなと思います。本当は個人的にはもうちょっと大きくてもいいのかなと思うんですけども、上のシャツでもう振り切って上ゆったり下ゆったりとか、夏とかだと白のオーバーサイズの T シャツ着てもうショートパンツもゆったりみたいな、でもうサンダルとか、まあ、ローテクのスニーカーとかリラックスした感じでもう振り切った方がいいのかなと思います。これもどっちかというとこのシャツ開けて中に白 T 着てとかでもいいと思うんですけども、先日ご紹介したユニクロ U の T シャツとか、あれあのナチュラルだからちょっとヴィンテージ風の、あれはいそうですね、そうですね、カラー的にちょっとあれ挟んでみます。はい、じゃん、こんな感じでちょっと先日ご紹介したユニクロ U 2020春の新作のクルーネクティのナチュラルカラーを挟んでみたんですけども、うん、焦った感じのカラーで合わせてるって感じで、うん、夏とかだともうシャツ脱いでこれだけでもいいと思うんですけども、ラフな感じで、この T シャツも XL ちょっと今年ちっちゃく感じたんですけど、なんでもうちょっとざっくり僕とかだと 2XL とかでもいいのかなって感じなんですけど、こんな感じで、あ、もちろんちょっと丈短めコンパクトでこう下はゆったりでもいいと思います。もう春なんかもうちょっと暖かくなってきたらこんな感じで、まあ、今年は本当ワントーンでなるべく落ち着いたカラーで合わせたりとか、今回のこれは違うんですけども淡いグレーだったり淡いカーキだったり淡いベージュだったり薄色のワントーンで合わせるのがとてもおすすめですということで、まだザラのセール、僕が行ってきたザラは売り場の半分以上まだセールアイテム、1月中旬時点でセールアイテムたくさん残ってたんで、皆さんも気になる方はぜひオンラインや店頭チェックしてみてください。はい、ということで定期的にメンズファッション、ウィメンズファッション、子供服ファッションやファッションニュースなどをお伝えしてますので、よろしければ高評価も合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。